初高型急接盲艦は、日本海軍の布施艦。同系艦3隻。急接盲艦は、防戦網の急速展開を主任務にする。いわゆる防戦網布施艦にあたる。嫌いの布施も考慮されており、日本海軍の艦艇類別等級では、布施艦と合わせて、布施艦とする。このため法令上本型は、布施艦となる。第一次世界大戦後。 各国の海軍は急速に発展した潜水艦に対処するために対戦装備の充実に力を入れた。この時艦隊の停泊する白地を侵入しようとする潜水艦から守るために防戦網が開発されそれを敷設するための艦として日本海軍は世界初の防戦網接網艦である旧接網艦白高や円型敷設艇を建造した。なお、 日本海軍の場合は、艦隊の前進基地等に短時間での防戦毛布施設が要望された。その後、旧節毛艦は長らく建造されていなかったが、昭和12年度海軍補充計画により、旧節毛艦2隻を建造した。これが本型である。その後、昭和14年度海軍軍備充実計画でもう1隻が建造されたが、細部が異なる。本型は、 本来の防戦網不設任務以外にも、機雷不設や、対戦攻撃などの能力を持っており、小型軽快な艦であることから、太平洋戦争では、対戦紹介や、戦護衛にも、活躍、二隻を喪失した。計画番号 H12。基本的には、白鷹の設計を改良、近代化した艦型になる。選手楼は視野がほとんどなく、艦尾の上看板が、 後方に大きく張り出しており、付接艦艇に特徴的な船体を持つ。一度に付接できる防線網をなるべく長くするために、選手楼は環境の直前で終わっていた。なお監首に大型ローラーを備えるため、喫下紋章は左右辺に一個ずつが取り付けられていた。防線網は白鷹と同じ24組を搭載する。 防戦網の代わりに93式1号機来100個の搭載も可能。敵前での夜間付設を考慮して、10日完成中でも付設準備ができる溶接備を整えた。手機はタービンを搭載し、速力や後続力が改善された。当時の海軍の方針により、本型の燃料は重油と石炭の併用となった。方向兵装については、 三計画で建造された二隻には砲ではなく 40mm、連装機銃2機が装備され、対空と対戦の両方に使用できるよう考えられた。実際には、潜水艦に対する艦鉄能力が不十分であり、弱高は 8cm 単装広角砲2機に改められた。白鷹では、復元性能改善工事後も、艦の大きさに対し重心位置が非常に高かった。 この監守では、防戦網を、アミコから上巻パ板に上げた時に、重心位置が、さらに高くなる。本型ではこの状態も考慮して、アミコを、管内の低くない位置に配置し、防戦網が、アミコから上巻パ板に移動した場合でも、重心位置が大きく変化しないように配慮した。3計画で建造された、初高、青高の計画番号が、H12 に対し、 4計画で建造された弱高のそれは H12 バイトになり若干の改正が施されている。蒸気のように方向並走は8センチメートル広角砲を搭載、対空威力の低下を補うために13ミリメートル連装機銃を煙突直後の機銃台に左右1機ずつ装備した。また船体については船首楼が環境後半部まで延長された。 水雷兵装については、一般計画要領書によると、機雷の搭載は考慮されておらず、代わりに総海装備一式を搭載した。改め後計画で若高改め型急接網艦一隻の建造が計画された。計画番号 H12C。仮称第5039号艦、予定艦名、朝取は1947年末に、張松造船所で、 竣行予定だったが、着工前に中止となった。主要要目は、右表の通り。ありがとうございます。